はい、皆さんこんにちは。ファミズアップスターズ田中さんの松尾、そして田中桜です。どうも山本です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はね、はい、メソポタミア新規のね、はい、ガチャを引いていきたいと思うわけですけども、新規今日からあれね、このガチャから、確率がね表示されております。でん星6 1.2%、0.2% の進化神が6個ありやと。すげえ、なかなかあるね。いきなりどうしたんですかねこれ。まあ、どうしたとかはちょっと言わなくていいどうしたとか言わなくていいんだよ決まりかなで、星5 7.2%、今回のピックアップアヌマルデュクリストがなんと 1% ずつありますよということでなんと、まあ、なんと思いもらって 1.4% ですね。1点狙いだとね、はい、1.4% なんで、まあ、80-70 円ぐらいすれば、まあ、確率分母ぐらいと、いうことで。そうなんす。ただそうですね、まあ、はい、あれっすよね、俺高いなって思ったんですよ確率。ああ、なるほど。だって星56が 8.4% 出るわけですよね、うん、そうですね。だからまあ20連とかしたら、うん、星56が一体も出ないということは、うん、そうそうないっていうことですよ。この、まあ、分母って多分8割70から 80% ぐらいは出るんじゃないかな、うん、はい、でもあれですね。なんで本当で新キャラが出る確率としては、うん、1.4 が3つなんで、うん、4.2%。 ああ 4.2 だね、うん、そういうこと計算してみようかね、まあ、その進化前と進化合わせて 4.2 ってことでしょ。なんで、まあ、30円すれば、まあ、1体ぐらい出るのが平運。そうだったんだな、うん、これただまあしみじみと運っていうものはやっぱ恐ろしいから、はい、そうですね、偏るんから、はい、偏りますね。だから10連で3体抜く人もいれば100年以上も1点も出ない人もいると、はい、仕事っすよね。まあ、結局だからこんな見えてても出るか出ないかの 50% っていうことで。そう、はい、俺も思ったわそれは50% なんすわ結果 50% やっぱ 50% 出るか出ないかだからこの世界結果 50% っすねこの世界2分1だからというわけで、まあ結局一応で30連すれば1点出るんじゃないみたいな分母なんで、そう 50% で出る計算中にしても 50% はやばい。出るか出ないかだから 50% ではない。じゃあまず最初。じゃあ 50% 引けたかどうかで。あ、俺出ない方引いたな。出ない 50%、 出る 50%。 はい。どっちの道を行くかみたいな。ただ二択なんだけど。二択にしてちょっと星見に行くっていう。これ大事っす。さあ 50%。 おお。やった。倍やったかも 50% 引いた。150%マルトゥー引いたなー。 1% もう 1% だからこれでね。確かにもう 1% 引いたからこれはね。はい、アヌすげえ、バヌシ来た、バヌシもうやべ、うわっ 0.2% すごい 0.2% ちょろいなマジで。え、今日募集でガチャなのこれそしていや、コンプ来るかと思った今。真珠来たね、真珠ね。やば、同撃ついてんだけど、もう終わりだ、こいつ。おかしいだろ強いな強い。じゃあね、まあ、本調子でね。よいしょ、すごい。あとは一種たるですね、うん、ポップティピピックみたいな顔してるからね。そうそうそう、これもう止まったら大概ね。そうだね、大概っすよ。まあでもやっぱね、うん、ここで来るのか、ね、7.2% はね、そういうもんなんですよ。あ、これ、出ない方も 50% 引いちゃったね。引いちゃったね。じゃあラストいきます。はい、いやでもすごい、さっきのショテル。さあ、僕手に少ない。やっぱりもうさ、キャラも増えたし、あれでしょ、シングルでも銀玉出ないしさ。そうだね、単品のね。お、ヘイムナルモール。本当だ。え、6体ですね。簡単っすわ今回。やったやった、これ遊撃。あー違った。へー、あ強い、あ強い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 。はい、ということですごい、今回はなんと30連して6体30連して6体で、うん、新キャラ4体ということで、はい、引きすぎました、うん、すごいじゃん。上振れ、はい、上振れですこれが、はい、でも出るか出ないかの 50% なんで、はい、うん、今回はいい方の 50% を多く引けたかなという結果に至りました、はい、それでは次、おはようございます。ちょっとね、俺引こうかな。あ、おお、出る気した。これ見て出る気しました。出来なかったんですけど。あ、じゃあ行きましょう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 。さあ、じゃあ次は引きたくなっちゃった小川さんが、はい、引きます。引く
くと、はい、完全にあの出た人のツイートを見て、うん、じゃあ今はどうかなって感じのノリです。さっきのね完全に上振りっすやばかったね。マジでマイルドやん、これ優しい表紙っすね多分。優しいっすか、優しいんだよ、うん、確かに、うん、優しそうっすよね、うん、とか聖夜のってなんかセイントセイヤみたいだよね。聖夜のメソポタミア神器、ああなんか、うん、でもあるって星座ないよね。ない多分分かんない、あるかもしれないけどそんな星座詳しくないからね。じゃあ行きます。はい、はい、あれがあるというんだよって子供に教えるときに来るかもしれない。あーでも、はい、行きます。じゃあ、はい、まあね、まあまあまあ、まあまあまあ、うん、確定出はないっす。じゃあ 8. 何パーだろうね。いや50パーっすよ、うん、50パー出る出る50パーっす。0 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 0
らりとね、つらりとね、大名行列ですから。はい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 、まあまあ、じゃあじゃあま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 あ、通気をしたぞ、通気を引けば回収できる、はい、まあ 50% なんで、そうっすね、気を取り直して、はい、全欲にまみれてます、うん、はい、確定演出ないっす。まあ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 、いやでもさっきもなかったんで、一回も、そうそうそう、確定演出、うん、50% 引けるか、引けるか、お、これやめろ、いやいや、おお、下地でけえな、はい、下地がだんだんでかくなる。じゃあ最後の、50年じゃん。10年します、はい、でももうね、20円でね、行きます。8点、いや、ここに一気に偏る可能性が、なきにしもあらず、あの欲しいっす、今更です、あの、うん、狙いあの、うん、何も、それはちょっとか言ってません。演出です、さあ、アヌね、アヌが 1.4% ですからね、うん、1.4% が3つあるから30円すれば1体ぐらいは出るんじゃ、いや、これやばいだろな。やべえ、やばいよ。いや、だから、これやべえな、同じなんだって、今までとあん、ま、何も、まあ、何も変わってないんだ、ないっすねえわ、これなんだよ。じゃあ次ガチャなんだよ、これなんだよ。じゃあ宮坊、宮坊さん、いくらなんでも一体もないわ、やばい。さあ、じゃあ最後は宮坊が、はい、聞かせていただきます、イードームということで、どうすね、まあ、今で、ね、はい、はい、どうぞ、いや、読んでます。はい、何でもです。え、40連すんの？35連します。そのやっぱシングルで星玉ね。そうそうそう。ああ、なるほど。星玉達成までいくってこと？あ、でもそうしようかな。まあノリで。はい。言うてね、あの 7.2% じゃあ 8.4% の 1.4% で、うん、1.4% なんですけど、星玉あるんですよ。そうなんですね。で、まあ8.4% あるうちの 4.2% が新キャラなんで。うんうん、リアルに星玉は出るか出ないかの 50%、うん、そうっすよね、だと思います、このままだと、うん、ほら、やっぱ銀なくなってる、なくなってるね、全部金だね、完全に金しか出ませんよっつってる、うん、潮流とかじゃないの、うん、で一旦まあ全部金演出っていうのは、なくなったから、うん、なくなっちゃったんだな、あの演出もなくなっちゃったもんね、うん、多分昇格演出もそう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 、まだその分ね、あの進出昔から比べると増えてますからね、うん、目をパチクリさせるとか、パーシクリもっと増えねえかな、角折れるとか。まあ今のところ91.6%順調に91.6%を引いていく、まあ、結構リアルな話すると星を貯めていって、温玉ガチャとか星玉ガチャとかは無料で引けるガチャなので、うん、確率を出さなくてもいいみたいです。ああ、なるほど、ね、だからリアルな話は、うん、玉獣見ますね、小川さんのやつで3体ですからね、それ、うん、だからやっぱりシングルらしいっすね、うん、まあだってシングルだって金 8.4% のハマり待ちっすよ、だよね、まあこれ出るか出ないか 50% ではない、さすがに。この人出まくる、この人出まくれますね、ざけんなよ。じゃあ本気出すわ、本気、本気出すわ、これで30連何にも出なくても星玉逃げる 50% だよ。そう、はい、はい、はい、いや、
これだからどっちに転ぶかな。今ゆらゆらしてるから。なんでも。おお。イエーイ。いいね。からの。ああ。もうちょい。0.1 パー、1パー引きましたね。1パーの方いたわ。あら。いいんじゃない。これ今だいたい確率通りぐらい。ですねですねですね。まあ、ちょっと確率に勝ってる感じありますちょっとね。10体いれば1体ぐらいみたいなところじゃん。まあ10体いれば1体だったら結構、まあ、全部欲しいんだよな。さあ、うん、まあ、はい、やべえ言葉が出そうよとはいはい、ごちそうさん出てるんだよな。悪い言葉が。あ、アンゴ。おい。もういいじゃん。もういいじゃん。マルドゥーク。ハヌじゃなくてアヌ出てない。まだ終わってない。まだ終わってない。あれ？あいつバレてるじゃない。コンパルで。へっ。へっ。おお。いいっす。で、あと3連で打ち出ますね。速度だったあと3連で星玉しいきますよ。じゃあ3連しよっかな。3連していいっすか。どうぞどうぞ。さあ、まあこのシングルの間に出る可能性もあるしね。いってみましょう。さあ、ふっ引っ張れ。さあ、宮坊 1.4% に勝てるのか。 Go to chaos。 トントン。さあ、短期待ちだと 1.4%。 そうですね、短期待ちだからね。ああ、なるほど。うるせえコーネリアさん。こいつコーネリアめっちゃ似てるけど、ずっと言ってるよねコーネリアってやべえ。俺でもアヌで欲しいな。うわっ、バールさん違うな。そしてここで抽選がそうですね、これでおそらくたまるでしょ。うん、でも90% オーバーだから出ない。9割たまる。そう、 90% オーバー。さあ、どうだ。 10% 引いてな、 10% へっ。もうボルター。さあ、ここでそうですね、最強の 50% ガチャ。本気の 50% 何パーなんだろうこれ。 Go to chaos。ゴートヘルは出てたけどなあー、情報修正圏内じゃん。やっとじゃん、はい、やちゃうわちゃうわこいつはい、というわけで、はい、俺約まあ大体100連弱ぐらいしたやつよね。98連か、98連で、まあ新キャラが6枚出てましたよね。うん、出すぎた。出すぎっすよ。うん、まあ俺はあれだけど豆に出ましたね。俺が大体確率通りなのかな、もしかしたら。ああ、ちょっと、いや結構嫌われてると思うんですよね。嫌われてはいて、はい、嫌われてはいましたけど、うん、まあ全然ありえないことではない。そうですね、話という感じなので、はい、まあなんで基本的に中心戦を待ちましょういや、欲しくなったらね、言いたり、あと人によってはババさんみたいにオーブ食べて、要所要所で、はい、欲しくなった日がね、うん、吉日なんです。吉日、はい、です、ね、はい、ちょっと新キャラ見てみますか。そうですね、はい、まあ、今回のね、聖夜のメソポタミア、うん、マジで全部強いですね、メソポタミア文明、うん、はい、というわけでまずこのマアヌからいきますか、はい、アヌシン、シン、アヌシン、はい、貫通のキラー LW のスピード型ということで、これはもう起きた装置もドン引きです。ドン引きですねこれ、はい、キラーが乗るよということで、まあ強いよね。スワビでキラー乗ってる、これ結構想像以上に強いと思う。もうポルトス壊れた。ポルトスじゃねえな、ポルトスはちょっとキラーが違うんだけどポルトスが壊れた。ケットシーとか、ああ、人キラー、ちょっともう しんどくないですか正直。ケットシーはちょっとしんどかった。ケットシーちょっとしんどくなっちゃうんじゃないかなって、ね、楽しくて強いんだけどね、うん、ケットシーも、まああのあれだね、アビリティは全然違うから、
なんともちげえわ。ケトシードは比べちゃいけねえわ。比べちゃいけないかな、うん、だってアンチブロックもあるし。あ、確かに確かに、うん、いろいろあるんで。あ、こっちにもしよう。なるほどですね。はい、ステータスがね、はい、いや、ケトシードは比べらんねえな。いや、でも本当なんかこれ今までのキラーとは違う、なんかおかしいよね。なんか友情も強いし、結構さ、貼り付き多くないキラー持ってるやつ。確かに、なんかやっぱ今までの基準でこのキラーエル持ってる貫通タイプって絶対パワーだったんですよね。わかる、うん、それがなんかもう使いやすくなりすぎてる。まあアンチャビティ持ってないところで、まあ、捨てが高いところで使いやすいから、こいつ普通にスピードとかやばくないですか。やばい、めっちゃ使いやすいっすね。めっちゃ使いやすいと思います、はい、じゃあ問題の方、はい、マインエルの方ですね、はいはい、まあもう一言で言うとマナの友達、はいはい、です。マナと合わせたらめちゃくちゃ強そうっすよね、うん、友情も魅力でそうですし、グネビアセットグネビアセットなんだよな。20ターンの弱点露出使ってほしいね。強化 SS でしかもターン短縮ついてるから、うん、まあ、だいぶ打ちやすそうではある。そうですね、16ぐらいで打てますね。こいつマイエルなのがやばいな。やばいですね、エルなんだよなこいつ。普通の無印とかじゃないか、うん、でもさ20ターンのさ SS とかも俺ターン短縮ついちゃったらさ、これバンバン打てるよ多分。うん、とんでもないっすよ、うん、強いと思う。はい、じゃあ次マルドゥ。さあ、はい、まあ、これね進化ですね。あのモンストニュースでは神化が発表されたんですけど、はい、そうでしたね。進化が友情がノンノ、そうですね、ツインワンウェイ衛星弾じゃねえとか言ってたんですけど、ね、そうツインワンウェイ EL の攻撃型ということでノンノですね。これは木のノンノ、木のノンノですね。耐性ついちゃってる、耐性もついてアンチウィンドもついてるし、アンチワープもついて、アンチアビリティつきすぎだよね。そうしてスライショットで反撃モードになりますよこれ反撃で出ちゃうんですか、はい、やばいっすね。ノンノと違ってステータスが鬼低い。あーそうっすね、ノンノはステータスがやばいっすもんね。やばいんで、さすがにノンノの方がなんていうかな使いやすいと思う。うん、けどステースもねノンノが使いやすい、まあ、アビリティが全然違うんで。そう、やっぱノンノと比べると艦隊性能っていうのは低いですね。うん、こいつ一体でうんって感じですかね。配置もちゃんとそうですね、しなきゃいけないし、まあ、ランダランであの SS 使えば貼り付けやすいんですけど、まあ、とにかく遊撃つけて一体下に置いとけば画面半分溶けていくから。まあでもこいつはマジでねドゥームですか。いだドゥームはもう3秒だね多分。うん、俺ドゥーム3秒で終わる。楽しそう、強そうっすね、はい、まあ強いと思います本当に。はい、ただノンノは強い、うん、ノンノは強いぞ。ノンノ最近見ねえんだよな。でもまだ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 が、はい、こいつ新エージョンクロスウェーブということで威力がね8万2000と、はい、いうことが発表されましたね。そうですね、はい、でゆっくりが持ってるよと、まあ、こいつはなんか特になんか言うことないですよねとりあえずあのアンチブロックの重力がそもそもあのエドしかいないんで、はい、うん、木だとそうですね、木だとね、でそしてスピード型ダッシュなんで、まあ、アレキサンダーライトと同じぐらいのスピードということで、まあ、正直友情見なければ結構強いんですよ。めっちゃ強い。なんだただ友情をまだねあのちょっと我々使ってないんで、うん、あれなんですけど友情次第ですね。友情以外は強いです今のところ。うん、めちゃくちゃいいと思います、うん、友情もう多分波よりは強そうだよね。結構中の上、中の上ぐらいの評価な気がするんですね、このエアプでは。うん、まあ、実際使ってみてもしかしたら上の中までいくかもしれない。ゆっくりっすよこいつ。確かに楽しみです。確かに使ってみたい。やっぱ短縮なんだよな。やっぱり短縮結構最近来てる気がする個人的に。はい、じゃあ次イシュタ。ポップコですよこれ完全にポップコって、あなんだっけ、まあいいや。あれあのやつね、うん、そんなに似てはないと思うマジで別に、うん、重力重力バリアキラー、俺発表されてた方っすね。うん、うん、そうね、魔法のチームブーストということで、うん、この子は卵を産めます、はいはい、以上でも12ターンで一定期間アップ打てますよ、ね、あれっすね、ナイチンゲール的な、うん、半分ぐらい、半分ぐらいじゃない、うん、だから多分打てるんで、
強いんだよ。こいつ強いよ。強いんだよ。めっちゃ使いやすいと思う。実はエナジーハートにもね、弱って重力攻撃キャラが並んで、重力場面のステージでは強い。あ、でもそっか、攻撃がちょっと抑え気味なのか、やっぱキラー前提なところあるから、うん、磁力以外ではマジでちょっと使いにくそうではある。いやでも魔法陣ブーストも入ってるからな。そうなんですよ。とんでもない火力ではないけど、なんか強そうではある。でも覇者等の35とか40とかではやばいですね。半端ない活躍する。じゃあこいつ顔変わりすぎだからね。よし、神か、神か、ちょっとおとなしくなった感じね、うん、そうですね。多い飛行魔人キラーマンチ呪力バリアフレアの大爆発の12ターンの爆発、うん、バカじゃねえ、たまむこう SS というわけで、はい、まあ、全然違う感じの。ちょっとこいつはまだわからんな。なんかフレアと大爆発がなんか、うん、いい感じに混ざりそうなんか他のキャラに比べると見劣りしますよね。なんかうん、使えるとかあるんじゃない。まあ闇って魔人とか何気にいるイメージあるし、ね、かな。もしかしたら、次のっていうか今回のこの、メソポタミア劇究極のあいつエーシキガルが魔人なのか。これ飛行のレンブラントでしょ。あ、魔人だわ、うん、なんで、あ、このエレキシュガル適正になるんじゃねこれ。あー臭いっすね。うん、読みいけるよ。あ、読みいけますね。確かに反射だけど、うん、読みはキラーのルンで読みでは強そうですね。うん、スタイショットでダメージホルモン効果できるんで、そうですね、うん、何でもいけちゃいそうな気がします、うん、はい。まあでもこれは完全に激究極適性になる予感がしますね。うん、はい、ということで、はい、今回結構3キャラとも当たりっすね。完全にこいつね、こいつが魔人だからね。そう、こいつに刺さるんじゃないかと思うんです。そう、はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、確率出て初ガチャ、ね、皆さんもいいのが出るといいですね。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録まだまたチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。